いい自分と悪い自分がいて、あそこに鳥がいる、いや飛んでこないで、ああよかった。その悪い自分が突然飼ってしまって、本当になんで鳥が怖いのか分かんないけど、もう地面に伏せてしまうぐらい怖い。ビッグホーン100マイル、レッドビル100マイルしたいけど、いやダメダメ、ちょっときついけど、日本のクイズ番組を見てるとどうもやめられなくて、もうなんかクイズショー中毒になってて、ついていくためにはしっかりトレーニングしなきゃと思って今頑張って頑張ります。